アルバート・ウォーレン、ティリー・ティリングハーストはアメリカ人建築家でゴルフコース設計者。ゴルフ史上最も多作な設計家の一人であり、265以上のコース設計に携わった。2015年に世界ゴルフ殿堂入りした。1874年、ペンシルベニア州フィラデルフィアでゴム製品を扱う会社のオーナーであった。 ベンジャミン・コリンズ・ティリングハーストの息子として生まれた。つまりリアンとカリフォルニア州ビバリーヒルズで暮らし、1942年にオハイオ州トレドの娘の家で死んだ。彼には、エルシーメイ・ティリングハースト・ブラウンら二人の娘がいた。ティリングハーストが設計したコースでは、多数のプロゴルフメジャー大会が開催されている。1927年と1949年の、 PGA 選手権は、それぞれシーダークレストパークとエルミタージュカントリークラブで開催された。2005年及び2016年の PGA 選手権はバルタスロールゴルフクラブで開催されたが、このバルタスロールでは、総計7回の全米オープンが開催されている。ウィングドフットゴルフクラブでは2006年の全米オープンが開催された。さらに、 リッチウッドカントリークラブもティリングハーストが設計したものであり、1935年のライダーカップはここで開催された。トロントのスケアボローゴルフカントリークラブでは都合4回のカナディアンオープンが行われた。1916年から1959年までテキサスオープンが開催されたムニシパルゴルフコースもティリングハーストの設計によるもので、 同様に1960年から1994年にかけて24回のテキサスオープンが開催されたサンアントニオのオークヒルズカントリークラブもディリングハーストにより設計されているニューヨーク州ウェストチェスター郡だけでもディリングハーストが設計した中でも特に著名なコースが16あるスカーズデールのフェンウェイゴルフクラブニューロシェルのウィカギルカントリークラブ パーチェスのオールドオークスカントリークラブ、スカーズデールのクエーカーリッチゴルフクラブ、ハーツデールのスカーズデールゴルフクラブ、ブライアーグリフマナーのブライアーホールゴルフカントリークラブとスリーピーホローカントリークラブ、ママロネックのウィングドフットゴルフクラブが挙げられる。他にも1920年にロックランド軍でパラマウント映画創立者のアドルフ・ズーコルのためだけに建設された。 ゴルフコースの設計もティリングハーストによるものである。さらに、パーチェスにあるセンチュリーカントリークラブのゴルフ場を含んだ複合施設の一部も設計者に名を連ねてはいないが、ティリングハーストが設計に参画している。ティリングハーストは、プレイヤーとしていくつかのメジャー大会にも出場している、DNP コール不参加 WD コール途中棄権、T は、体順位。 DNQ イコール予選落ち R256、R128、R64、R32、R16、QF、SF イコールマッチプレーで敗退したラウンド彼は2015年に世界ゴルフ殿堂入りし、生涯功績部門で世界ゴルフ殿堂入りした6人目の建築家となった。ありがとうございます。